こんにちは、三ツ星アナウマです。今回は桜花賞でおすすめの一頭を紹介します。大荒れの春の G1 シリーズも三ツ星アナウマは絶好調。大阪杯では7番人気で3着のアリーボ、そして高松の宮記念では17番人気で3着に激走したキルロードを推奨馬に挙げていました。今回も周囲の評価に惑わされず、しっかり状態や適性を見極めて美味しい穴馬を紹介したいと思います。大阪杯でアリーボを推奨馬に挙げていたのが三ツ星穴馬の極上仕上げ。今年の桜花賞で極上仕上げからおすすめの一頭はスターズオンアースです。人気薄で激走するのは最終追い切りがウッドの馬なりで、ラスト1波論12秒1より速い時計を出していた馬。もう一つの共通点はこの最終追い切りにレースで騎乗する騎手が乗っていたことです。スターズオンアースは最終追い切りが美穂南ウッド馬なりラスト1波論11秒2をマーク。しかもレースで騎乗する川田騎手がわざわざ美穂まで乗りに来ているあたり、勝負気配がプンプン漂います。激走データコース適性から選ばれた三ツ星アナウマは概要欄のリンクからチェックしてください。誰でも無料で見られます。来週は皐月賞でおすすめの一頭を紹介しますので、チャンネル登録と通知の設定よろしくお願いします。